はい、どうもエナジー福田です。今回はスピニングリールにゴメクサスのリールスタンドを取り付けていきたいと思います。まずリールスタンドをつける理由なんですけど、一番大きい理由はリールの傷を防ぐということです。タックルをどこかに置くときに、この辺りとかね、リール表面ならまだマシなんですが、スプールの縁やベールが傷つくと、その傷によってラインが消耗してってラインの寿命が短くなったり、最悪の場合はラインブレイクしてしまいます。そのタックルを置くときにリールスタンドが犠牲になってくれて、リール本体を傷から守ってくれるという感じです。で、他のつける理由はバランサーとしてのリールスタンドもあり、それは先端の方が重くなったりしています。それを装着することでハンドル側が重くなりがちなスピニングのバランスが取れるようになり、まっすぐキャストが決まりやすくなったり、巻物を使う時のブレが少なくなるというメリットがあります。あとはルアーのフックを引っ掛けることができて、ロッドやリールをフックによって傷つけないという使い方もできます。そしておすすめのリールスタンドはゴメクサスのものです。今回買ったのは 42mm のものですが、アルミ製になっているので 6.9g と軽量で、カラーは何色かあり、個性を出すこともリールの色に合わせるのも好みでできます。そして800円前後で購入できて、コスパ最強なとこもいいところです。で、購入時には自分のリールに合うものを選ぶようにしてください。 Amazon の商品ページの中に対応リール一覧があるんで、そこでチェックしてから選んでください。商品リンクを概要欄に貼ってるんで、そこからチェックしてみてください。それではこのゴメクサスのリールスタンドを装着していきたいと思います。まずスピニングリールの装着したい側ですね、ハンドルの逆、ここにキャップがあると思うんで、これを外します。最初ちょっと結構硬かったです。こんな感じで外れました。次にリールスタンドに付属してるオーリングがあるんで、それを一つ、もう一つ付いてるのはなくした時か劣化した時用だと思います。オーリングをちょっとね、サイズがキツキツなんですけど、このネジ山の方に、わかりますかね、この輪っかの外側にオーリングをはめました。そしてちょっと押しておきます。と等でやると一番底までリングが落ちました。で、次にリールに取り付けていきます。カチャッとはめてリールスタンドを回して締め込んでいきます。で、この時にこっちにね、輪っかがついてるんですよ。ここを持ってでグリッとやってしまうと、回しやすいんですけど、一回ね指切っちゃったんですよ。なので回すときは本体側を持つか、これでちょっと手汗とかで滑っちゃう場合はタオルとかかけてグイッと締め込むようにしてください。もしくはちょっと細めのドライバーをこの輪っかの中に入れて、そしてドライバーで回していく、これが一番無難かなと思います。そして最後まで締め込めたら完成です。ということで今回の動画は以上です。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。